皆さん、ティアーズ・オブ・ザ・キングダムはどこまで進みましたか？もしよろしければ、コメント欄に進捗を教えていただけると幸いです。よろしくお願いいたします。で、ここで気になってくるのが、だんだんクリアされてきた方も増えてきたんじゃないかなと思っていて、まあ、これからの拡張性ですね。で、具体的に言うと、エキスパンションパス、まあ、有料のダウンロードコンテンツ。こちらが該当するかと思います。で、ブレバイ自体はどういったものだったのかっていうところを話していくと、ダウンロードコンテンツは、なんとね、ブレバイと発売と同時に、なんと発表がございました。なんかそう思うとめちゃくちゃすごいよね。で、ダウンロードコンテンツは具体的にどういった内容だったのかっていうところについて話していきたいわけなんですが、なんか、これなんだ、ティアキンってダウンロードコンテンツじゃダメだった まあ、要するにこれ、ブレワイ自体の、ダウンロードコンテンツ扱いとして発売したら良かったんじゃないかっていうことが言われてるわけですが、ちょっとそれはさすがに無理があるんじゃないか。まあ、その話は置いといて、ブレワイのダウンロードコンテンツ、ちょっとこちらをですね、見ていきましょう。で、内容としましてはこういった形になっていて、こちら、任天堂の公式ホームページとなっていると。で、エキスパンションパス。で、発表日がね、さっきも言った通り、ブレワイと発売と同時になんと発表がございました。で、まあ、こんな感じになっていると。で、第1弾と第2弾で分かれておりました。で、希望小売価格としましては2547円となっていて、第1弾と第2弾、こちらがセットでした。懐かしいね。懐かしい形になっていると。英傑たちのバラッと。いいね。試練の覇者か。まあ、この二大特典が、配信されたわけなんですが、具体的な内容としましてはこちらとなっておりますね。で、第1弾のタイミングで、通常プレイとは、さらにレベルが上がった、難易度が上がったマスターモードとかも、このタイミングで追加となりました。で、他には足跡モードであったりとか、剣の試練であったりとか、あとワープマーカー。なんか、ティアキンではですね、なんとデフォルトで入っている。まあ、そういったね、機能なんですけど、まあ、デフォルトっていうか、まあ、そのストーリーを進めると解禁されていく要素なんですが、まあ、そういったものがですね、なんと、もろもろ、ダウンロードコンテンツで追加となりました。で、こんな感じになっておりまして、非常に懐かしいですね。で、ここからまあダウンロードコンテンツが結局ありそうなのかなさそうなのかっていうところですが、もちろんですね、ティアキンもブルワイと並んで相当人気のゲームとなっております。で、さらに相当売れているということが考えられるんで、任天堂側としても出さない理由っていうのがないと思うんですよ。出す理由はあっても出さない理由はないと思います。で、このことから出る確率は高そうな感じがしますが、ただこれね、もろもろ見ておりますと、なんかもともとってかティアキンで、デフォルトで最初から入っているものとかがね、多数見受けられますので、マスターモードとかないんですが、まあこれはなんか無料アップデートとかでやってけそうな感じもするからね。あとここら辺もなんだろう。まあどちらかというとなんかティアキンみたいな感じじゃん。それこそ。っていうところもあるので、なんかもし仮にダウンロードコンテンツが来たらどんな感じになるんだろうっていうところですね。まあ値段自体は多分ね、同じような感じになるんじゃないかなと思っているんですが、ただ逆にティアキンってさ、いい意味でも悪い意味でも完成されていて、なんだろう、ここから拡張性ってあんまりない感じがするんですよね。今メインストーリーも相当終盤に差し掛かってるわけですが、ってところを諸々な事情とかを含めると、まあ、出ない可能性も考えられるのかな。ただ直近の人気のゲーム、例えばあつ森であったりとか、スマブラであったりとか、で、モンスターハンターであったりとか、まあ、ゼノブレイドであったりとか、まあ、様々なゲームがあるわけですが、まあ、そういったゲームはね、もろもろダウンロードコンテンツが出ております。ってところの事情を踏まえると、やっぱ出んじゃないかな。あと前作のブレアイもだって出てるんでしょ。やっぱ何かしらの形で出そうな感じがするけどね。ただなんかどちらかというと、なんか追加のストーリーが今度はね、来そうな感じがするよね。ダウンロードコンテンツ。皆さんはどう思いますか？もしよろしければ、コメント欄にコメントをお願いいたします。逆にどういったコンテンツがやってきてほしいですか？ぜひそこも含めて教えていただけると幸いです。まあ、そんな感じでしょうか。ただどうなんだろうね、ダウンロードコンテンツ。出てくれたら嬉しいけどね。ただ、前作は発売と同時になんか、
ダウンロードコンテンツが発表されましたからね。なんかあれは逆に早すぎる感じがするし。で、ポケモンとかもそうなんですが、最近のなんか人気のゲームって、発売してから結構時間経ってから発表されていると。で、それこそ半年とか1年ぐらい経ってようやく発表。で、発売自体が1年半後とか普通にあるので、まあ、ポケモンであればね、まあ、ポケモンも大体1年後ぐらいか。発売自体は。ってところを考えると、まあ、ティアキも同じような感じになってくんじゃないかな。どうでしょうか。まあ、そういったところで、ぜひ皆さん、予想してみてください。よろしくお願いいたします。おー、かっこいいね。何これ。で、これで、ここに、これで OK？ああ、いけましたね。で、これで OK かな。おー、いけましたね。ただ、ダウンロードコンテンツはどうなるんだろうな。やっぱ追加ストーリーとか、まあさすがに追加マップっていうのはないと思うんですよね。なんか他のゲームであれば普通に追加マップがあるんですが、ただこのゲームね、相当ボリュームがあるから、まあポケモンとか、あとはその、なんだ、ソフィーじゃねえわ。なんだっけ、ライザーだ。であれば追加マップが追加されると書かれておりましたが、ただこのゲームで追加マップはねえよな、さすがに。逆にびっくりするわ。ってところもありますので、まあ追加マップはないよなっていうところですね。なんか追加ストーリーとなると、どんな感じのやつが追加されるんだろう。なんかこういうなんか賢者を探せみたいな感じのミッションが、なんか追加されそうな感じがしますよね。なんかそれこそ過去作とか、あと回収されてない伏線がいくつもあるから、なんかそれらが回収されるみたいな感じでしょうか。なんか伏線回収みたいな感じが多そうですよね。なんかブレワイ時代に謎だったことが、ティアキになってからいくつか明らかになっていて、まあそれこそかなり明らかになったんだけど、まだ謎のままのものがいくつもあるからさ、なんかそういったところが回収されていくって感じでしょうか。はい。まあどんな感じでしょうね。ただ逆にメインストーリー中ですでにもうね、結構明らかになってしまってるから、どうなんだろうか。うん。なんかそこのところも気になるね。あと、ブレバイからティアキンって一応続編って形になっていて、まあその時間軸もね、一応繋がってるっちゃ繋がってるのか。なんかその間の話とかがもしかすると追加されるかもしれませんね。なんか昔話みたいな。どうでしょうか。ただなんかそんな感じな気がするよな。あとはまあマスターモードぐらいか、さっきも言った通り。難易度が上がりますみたいな。ただどうなんでしょうね。なんかティアキン自体がさ、なんかブレワイと比較するとそこそこ難しく設計されてるから。まあ一方で戦闘は楽になってるけどね。仲間がいるから。仲間がいるから、戦闘自体楽になってるけど、ちょっとダンジョン攻略とかね、もろもろが結構大変になってるんですよね。うん。まあそんな感じです。で、これどこ行ったらいいんだ？次。あ、戻ればいいってこと？あ、戻ればいいってことね。ポプラ高地眺望台に戻りましょう。ポプラ高地眺望台か。なんでこれポプラって言うんだろうね。今更ながら。よしよしよし。ってことで行きましょう。同じ種類の帽子、服、ズボンを装備すると特別な効果が得られる。これさ、どうなるんだろうね。ちょっと待って。これ特別な効果得てるのかな。セットでつけてますが、ああ、雷雨時に空気中の電気を利用し、雷を生み出す攻撃ができるか。だから雨が降ってないとダメってことか。なるほど。ただ逆に雨だったら相当強いんじゃないぐらい。で、これで、次は？あった。あそこじゃね。あ、やばい。ちょっと気づくのが遅れた。気づくのが遅れましたね。ここじゃねえの。多分。あ、違う？あれ？
あれ？ここじゃない。マジ？ここじゃないのか。ええー、嘘。ってことでミスりましたか。あれ、どこだ？あ、ここか、多分。あれっぽいっすね。あれ、これってどうやって行くんだろう。よし、ちょっと一旦戻りましょうか。なるほどね。じゃあ一旦戻って、あ、あそこに行くっぽいっすね、どうやら。なるほどね。なんか雷鳴の島っていうところに行かないといけないんだけどさ。だからこれってどうやって行くんだろうね。滝登りってわけじゃないしね。で、ポプラ高地眺望台で、これ、届く？届かないよな。で、寝ている。だよな。ちょっと一旦行きましょうか。よし、ということで、ちょっと動画は一旦終わります。最後になりますが、チャンネル登録と高評価、ぜひ、このタイミングでよろしくお願いいたします。ではまた次回の動画でお会いしましょう。バイバイ、じゃあのー。